違う感じのスタイルでほぼ編集はしないで、ただちょっとリラックスして話す動画にしたいと思うんですけど、もしまたいつもの感じの動画が好きっていう方は、来週からはまたそっちの感じに戻るので、また来週お会いしましょう。今まで散々恋愛は私は苦手ですっていうことを言ってきたんですけど、あんまりその話に突っ込んでいかなかったんですよね。でもやっとそれを話しても自分が大丈夫だなっていう感じになったので、今回はちょっと失恋の話を勝ち込んでいこうと思います。まず私が恋愛が苦手だっていう理由は、自分が自分を傷つける選択しかできなかったからなんですよね。よくはるかさん強いですねとかって言ってもらうこともあるんですけど、そんなことなくて、たくさん間違いもあったし、どうしようもねえな自分っていう時期もありました。恋愛のバックグラウンド的な話で言うと、事の発端っていうのは多分私がまだ18、19くらいの時だったと思うんですよね。私がアメリカに来る前1年半くらいでしたかね、付き合ってた人がいて、自分的にはその人が初めて恋愛したなっていう感じの人だったんですよ。例えばその中学校の時とかの、ただその時が楽しければいいっていうような感じではなくて、でその人と別れたのがアメリカに来る直前、渡航の数ヶ月前だったんじゃないかな。でその人と別れた理由っていうのが、私がアメリカに行くからっていうのではなくて、彼が浮気をしてて、でもはっきりとは知らなかったんですよね。なんかの動画でパロディにしたと思うんですけど、彼の LINE を通してその女の人から私に連絡が来て、ビッチって言われたってやつですね。それで別れて、泣いたし怒ったし、それで結構乗り越えられてない感じでアメリカに来たんですよね。ある意味心機一転乗り越えるいい機会かなとは思ったんですけど、知らない土地に誰も知ってる人もいない、そんな状態で寂しいし虚しいし悲しいしみたいな、まだ完全に乗り越えられてない部分がバーッと来たわけですよ。唯一幸い、私が学校とか仕事とか恋愛っていうのを完全に分けて考えるタイプだったので、まだアメリカの学校に慣れてなくて、四苦八苦して打ち込んでる時はまだ良かったんですよ。余計なこと考えなくてもいいし。でもコミュニティカレッジの後半の方とか、結構学校にも慣れてきて、授業にも慣れてきてっていう時に、そういう余計な余裕がある時って、結構頭にも余裕があるんですよね。でその暇な時に顔を出すのが、その虚しさとか空虚さで、でその日本にいた時の彼と別れてから2年間は別にパートナーっていうのはいなかったんですけど、その2年間の中でも好きになった人はいたんですね。でもそういう弱ってる時って、私ろくでもなくって、何のフィルターもなしに人を好きになりやすくなったりとか、入り込みやすくなったりとかしてしまって、好きなんだか寂しいんだか、何が何だかよくわかんないみたいな時があって、でそんなろくでもないやつと一緒にいたいっていうやつも大概ろくでもないじゃないですか。だからトータルろくでもなくって、アメリカの恋愛方式だと結構有名な話だと思うんですけど、誰かと付き合う前にこれは一体何なんだみたいな時期があるんですよね。彼氏なのか彼女なのかみたいな。でその私がろくでもなかった時に好きになってしまった人が、元カノとよりを戻してしまって、で要は捨てられたってことだったんですよね。本当にその時は傷口に塩だったんですよね、きっと。でも私は誰からも愛されることもないし、選ばれることもないんだなっていう風に思ってしまって、今思えばその人から選ばれる必要なんて全くなかったんですけどね。でもその時は結構きつくって、それっていうのは相手にされたってわけじゃなくて、自分で自分の傷をもうえぐってたんですよね。でも吹っ切るというか、開き直れるようになったのは本当にここ最近で、もう疲れたんですよね、えぐり続けることに。どんだけ自分の気持ち無視してえぐったとしても、最後結果涙することになって体力消耗するし、もうこれ一人でいいんじゃねみたいな感じになったんですよね。でもそうやって一人でいいんじゃないっていう風になって、でそうやって気持ち的にいいやみたいな、自分にもフォーカスしようっていう風になってからは、ちょっとずつですけどフィルターができてきて、そうやってたら今の人と会ったんですよね。で相手からしたらいいのか悪いのか分かんないですけど、もう今は、前だったらためらってたようなことも今は思ったら言うし、なんて言うんだろうな、やっとこう誰かと一緒にいても自分でいれるような感じになったんですよね。で私弱ってた時にアメリカに来たっていう話をしたんですけど、もし日本にいたとしても多分同じような経験してたとは思うんですね。でもやっぱりその弱ってた時にアメリカの恋愛の仕方っていうのはちょっと
ちょっと難しかったのかもしれないですね。もちろんアメリカ人でも人次第なんですけどね、そこはどこの国行っても変わらないとは思うんですけど、その付き合う前のモヤモヤとか相手を知る機会になりますよって言えばそれはそうだけど、それをね違う意味で使う人もいるじゃないですか。線に対して比較的オープンだっていうのもありますよね。で、リレーションシップっていうのは恋人関係っていうのを大概意味するんですけど、オープンリレーションシップっていう言葉があって、どういう意味だか分かりますか？シンキングタイムです。5、4、3。オープンリレーションシップっていうのは、その彼氏彼女っていう関係性を保っているんだけども、他の誰と肉体関係を持っても別にいいみたいな関係性なんですね。最初に私それ聞いた時は交際関係をオープンにするっていう意味だと思ったんですけど、違ったんですよね。私はその経験っていうのはないんですけど、そういう言葉があるっていうことは、付き合うっていう考えの中にそのオプションが普通に入ってるっていうことじゃないですか。日本でももちろんそういう関係性を持つ人はいると思うし、別にいいと思うんですけど、オープンリレーションシップっていう言葉に対する訳が日本語だとないんですよね。恋愛に対してもまあ確かにアメリカは多様なんですけど、その分なんていうか、こう自分を持ってないとやってられないなって思いましたね。まあどこの国でもそれはそうなんですけど、私はこの3年間の中で恋愛について学んだことっていうのは結構大きかったと思います。失恋から立ち直るようにケアするっていうのは本当に大事なんだなって思いました。私はそこを舐めてた部分があったので、色恋の一つや二つみたいなね。結婚しない限り、まあ結婚したとしても別れっていうのはある話なので、そうなってしまった時に次はこうしたいなっていうのがあります。一つはちゃんと自分を癒してあげるっていう時間を作るっていうこと。泣きたいなら泣けばいいし、食べたいもの食べなっていうね。人に頼るのも大事だと思います。ダメになった時にクラムチャウダーを一緒に食べに行ってくれた友達とか、話を聞いてくれたお母さんっていうのは本当に救いだったなって思います。で、まあこれは私の性格だからなんですけど、次に行くまでのスパンをちゃんと作らなきゃなって思いました。私の周りの友達だと結構別れてすぐ3ヶ月後ぐらいに次の人が現れて、ちゃんとその関係もちゃんと保てるっていう人が結構いて、羨ましい限りなんですけどね。私の場合はちゃんと立ち直ってから次に行かないとろくなことがないっていうのを学んだので、大変な部分ではあるんですけどね、そのぽっかり空いた部分を自分で埋めていかなきゃいけないので、自分が次に行くまでの時間が必要なタイプなんだなっては思いました。皆さんは自分なりの失恋の乗り越え方っていうのはありますか？もしあればコメント欄でぜひ教えてください。そしてチャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。